死にゆく妻との旅路は、清水久則による日本の手記。新潮45 2000年11月号、12月号に掲載されたものを大幅に加筆し、文庫本としてまとめたものが2003年8月に新潮社から出版された。2011年にはこれを原作とする日本映画が公開された。1999年12月、清水久則は保護責任者遺棄致死で逮捕される。債権者からの取り立てを免れるため、癌で余命わずかの妻と共に9ヶ月にわたってワゴン車で日本各地を放浪し、結果として妻を死なせたからだ。清水は留置場でこの1年数ヶ月の日々、そして妻との旅路を思い出す。清水は石川県七尾市で縫製工場を営んでいた。11歳下の妻と結婚して20数年、一人娘、沙織にも恵まれ、平凡ながらも幸せに暮らしていた。しかし、知人の借金の保証人になったことから生活は一変する。資金繰りに行き詰まった知人が行方をくらまし、借金をかぶってしまった上に、バブル崩壊の煽りで工場の経営が悪化、清水は多額の借金を抱えるようになる。そして、清水が資金繰りに奔走している中、妻瞳が大腸癌であることがわかる。手術で癌を取り除いたものの、医者からは早ければ3ヶ月で再発する可能性があることを告げられる。2011年2月26日全国公開。塙幸成監督、GOシネマ配給。ありがとうございます。